なんだよ、もうパン食べようとしたのに。おはようございます、カズさん。撮ってんの？はい、撮ってます。なんだっけ、カズエンドの毎日日常？日常です。はい、ということでこれ週末用ですからね、皆さん。はい、週末用って言ってもですね、こうやって準備をしているという感じでございます。今日はね、最近息子の話とかね、あんまり前ね、息子のチャンネルとかも作ったんですけど、最近ちょっと稼働できていないっていうことで、まあ、息子の話でもしようかななんて思っておりますよ。なんか最近は本当に言葉を覚えててですね、もうなんか、なんだろう、知らず知らずに知らない言葉をですね、知ってるんですね、覚えてるんですね。なんか教えてもいない言葉が覚えていたりとか、なんかそういうので日々の成長を感じてですね、嬉しいなって思うこともあれば、こうやって大きくなっていくのが嫌だなっていう思いがですね、毎日でございます。今ね、この私のインスタグラムもちょっと皆さんにお見せしてるんですけども、まあ息子の写真ばっかですからね、インスタグラム。まあ、そのお気に入りの写真とか教えてください。お気に入りの写真全部お気に入りだよ。ここにある家族写真もそうだし、ここに貼ってある写真も全部お気に入りだよ。インスタグラムに上げてる写真はもう全部お気に入りですよ。うん、あ、なんかその中でも選んでくださいよ。その中でも、はい、1枚でしょ。1枚です。お気に入りのね、写真というか、まあいろんなところでね、私の息子の、要は写真活動している中で息子の写真を、まあ無償でね、素材提供しているものがあって、まあ結構いろんなところで使ってもらってるのが、アプリのスカイプでもね、チュートリアル画像で使ってもらったのがあるんですけど、はいはい、どうだっけな、2歳の誕生日の時の写真とか結構好きで、ちっちゃいなこの時。あ、これね、今お見せしているこれ、この写真結構気に入ってるかも。まあもう1年以上前なんだけど、表情とかも違うし、まあ、まだちょっと赤ちゃんからね、子供になりかけみたいな顔してるけど、もう今はもう完全に少年になりつつあるからね。あ、でもこの写真とか結構好きかな。うん、うん、サッカーに行ってて、でそこでの1枚ですけど、この写真とか好きかな。でもやっぱり子供はいいですね。2人目が7月の末に生まれる予定なんですけど、うん、ちょっと同じだけ愛せるか不安だよ本当に。まあみんなね、もう2人以上子供いる方はね、よく言ってるんだけど、いや大丈夫だよとか言ってくれるんだけど、溺愛しすぎてるから。まあ、これがしかも女の子とかだったら多分やばいよ俺っていう、なんかね、いろんな恐怖を感じながら成長を見ています。そんな感じでいい今日はそうですね。まあ息子と遊んでいる動画だったり、まあちょっとこれからね、日常っていうことで毎日こういう動画上げていくんで、息子と遊んでるところだったり、息子サッカーに連れてってるところの動画とかは公開していこうかなと思いますんで、ちょっと皆さんそこら辺は楽しみにしてください。あと、なんだよ、ぜひね、まだあるのカズさんのインスタもいいよ、フォローしてもらいましょう。そんな宣伝しなくていいよ。いや、チェックしてもらいましょう。はい、はい、コメントも返さないし、ただ単に私が上げているだけのインスタグラムですけど、もしよかったら下に概要欄のところにリンクあるのかな、はい、チェックしてみてください。はい、そんな感じで良い週末をお過ごしになられてください。バイバイ。はーい、 OK でーす。